皆さんどうも、メシエドイヒーです。これじゃあメシドイヒーじゃん。うるせえ。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きにゃこ出してそう。今日は激レアキャラ、なんかいいやつのなんかすごいランキング、グダグダだな。激レアの強いやつランキングね。激レアもなかなか強くて美味しそうで、よだれが出ちゃうよね。美味しそうではないけどね。今回はガチャから出てくるキャラでランキングつけてくよ。まずは全部評価していこう。まずは猫カンカン。破壊的な移動をたまに遅くする。たまにかよ、遅くするだけかよ、だったら使えないよと思いきや、最近意外と使う猫カンカン。どうやらステータスが高いみたいだよ。なる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 ほど。おう、あー快適を遅くしなくたってもう強いから使えちゃうってことね。だったら評価はハゲ5つ。こういうのって星で言ったりするんじゃないの。続いて猫お寿司。猫極上ね。破壊的に打たれ強く、まれに攻撃力を下げる。攻撃力下げる系は使えないって言いたいところだけども、打たれ強いから攻撃力下げてたらどんなに攻撃されても効かないよね。もう無敵だね。無敵ではないからね。こいつも最近使うようになってきたな。相手が快適なら壁としてありがたいもんね。だから評価はハゲ4つ。臭いハゲ4つ。別に臭くなくていいでしょう。猫の目はどんどん使っていいと思うな。続いて猫スーパーハカー。メタルな敵以外の動きを一瞬遅くする。昔はよく使ってたけど今じゃ全く使わなくなっちゃったな。見たまゲットしちゃったら見たまでもうよかったりもするもんね。それに一体出したらもう一体おかわりするまでに1年ぐらいかかるもんね。そんなにはかからないけどね。あと距離詰められたら攻撃当たんないとかいろいろ問題点があるからね。というわけで評価はハゲ3つ。もし見たまゲットしてなかったらもっと使ってたのかもしれないね。猫の目は使うほどでもないのかな。続いてはタコ野郎。波動を打ち消し、浮いてる敵に打たれ強く、たまに攻撃力を下げる。猫お寿司と一緒で攻撃力を下げて打たれ強い、もう無敵じゃんって言いたいところだけど、なんかすぐやられちゃうイメージがあるんだよな。そうなんだ。だからもう波動打ち消し要因だよね。でも結局波動打ち消してないでもうすぐやられるイメージ。さらに0号機とかゲットしちゃうと出番なし。確かに全然使ってないよね。というわけで評価はハゲ3つ。本当は強くて僕が使いこなせてないだけかもしれないからハゲ3つ。もしかしたら本能でめちゃくちゃ強くなるパターンだったりするかもしれないな。確かに攻撃ダウンの効果をもっと上げたり、体力も上げれるわけだから、キャッツアイとか使えば浮いてる敵には全然やられなくなるかもしれないね。だけどだったらその分他のキャラ入れればいいやって僕はなっちゃうな。続いて猫アッパー。急に発音が良くなりました。赤い敵の動きを必ず止める。必ず止めるなんて最高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 。これはありがたいよね。だから赤い敵が来たら必ず使うと言いたいところだったけど、最近全然使ってないな。序盤はよく使ってたんだけどね。超激レアが揃ってきちゃうとなかなか使わなくなっちゃうね。というわけで評価はハゲ3つ。自らの手で頭むしったハゲ3つ。なんで自らむしっちゃうんだよ、意味わからんな。続いて猫なのか魚なのか人間なのかよくわからんやつ。浮いてる敵に超ダメージを与える。たまに使ったりするよね。移動速度が速いのがいいよね。じゃあ猫エクスプレスを取るまではこいつが良かったりするのかな。というわけで評価はハゲ4つ。育毛剤失敗したハゲ4つ。悲しいハゲたちだな。猫の目は使っても良さそうだね。続いては猫バスタブ。
こんなやついたっけ？いたよ。破壊的に超ダメージを与える。超ダメージ与えるぐらいだったら超激レアの方がいいし、破壊的に使えるキャラはいろいろいるからメンバーから外れちゃうね。ただ使ってないからもしかしたら使われるかもしれないけど、僕は使いません。お風呂嫌いなんで使いません。そんな理由かよ。というわけで評価は星一つじゃなかった、ハゲ一つ。もう星一つでいいじゃない。続いては猫悪いやつ。オス猫番長ね。浮いてる敵と古代史をたまに一瞬止める。動き止めてくれるのありがたいと思いきや、あんまり使ってないんだよな。昔たまに使ってたくらいかな。動きは必ず止めてほしいよね。進化させてみたもののなんだか微妙だったな。というわけで評価はハゲ3つ。序盤はよく使ってたからハゲ3つ。続いては猫もんじゃ。猫千住だから読み間違えないで。猫千住は浮いてる敵の移動をたまに遅くする。たまにで遅くするだけのタイプね。遅くするんだったら絶対遅くしてほしいよね。というわけで全然使ってないよ。だから評価はハゲ1つ。僕の中では NP に変えちゃってもいい気がするな。 NP も大事だからね。続いては猫京都の人。マイコニャンね。天使をたまに止める。たまにってのが厳しいよね。たまにってのがアポは必ず止めてくれたのに。まあ序盤は使ってたし、ほんとたまに使ったりはしたかな。だから評価はハゲ3つ。序盤で使ったからハゲ3つ。猫の目は使わなくてもいい気がするな。続いてはレーザーラモン RG。 猫 RG だから黒い敵に超ダメージを与える。焦げた敵に強いキャラは超激レアにいすぎだからね。だから使える場面が全然ないよね。1回か2回とかぐらいしか使ってないかもしれない。超激レアとかがいなければもっと使ってたかもしれないね。だったら評価はハゲ3つ。僕の中ではハゲ2つ。あ、やっぱりハゲ3つ。いや2つ、3つ、2つ、3つ、やっぱり1つ。結局1つかよ、下げすぎだから。続いてはニャンデヤネン。古代史にめっぽ強い。古代史に強いってことで最近はよく使うな。大魔王ニャンダムの時も活躍したもんね。だから超激レアより強いです。そんなことはないと思うけどな。というわけで評価はハゲ5つ。高評価だね。続いてがなんだこいつ。なんだこいつって言うなよ。猫映写機ね。ごくたまに天使の動きを遅くする。またまた出てきました、ごくたまにで動きを遅くする。やっぱりこれだとなかなか使えないよね。というわけで評価はハゲ1つ、 NP にしちゃおう。続いてが猫家なし。家がないわけじゃないけどね。たまにエイリアンを停止、必ず生き残る。未来編や宇宙編で大活躍。だけど最近じゃエイリアンに強い超激レアがいっぱいすぎて活躍できる場所がなくなっちゃったよね。ほんと全然使わなくなっちゃったね。まあ最初はブラック企業家のように使いまくったからね。働かせすぎ。序盤頑張ってくれたから評価はハゲ4つ。猫の目を使うほどではないと思うな。続いてが猫おばちゃん。猫奥様だからたまにゾンビの動きを遅くする。ゾンビ対策キャラはありがたいね。ゾンビ対策のレアキャラほどではないけどもかなり使う場面はあるよね。そうだね、超激レアのゾンビ対策キャラがいなかったら助かるね。というわけで評価は腐ったハゲ4つ。腐らすんじゃないよ、ハゲは新鮮なうちに。続いては猫ソフトクリーム。持ってんのソフトクリームじゃないから、自由の猫ね。必ずバリアを貫く。バリアブレーカーね。こいつがいなかったらクリアできないステージとかあったな。そうなんだよね、だから絶対必要なキャラなんだよね。バリアブレーカーを量産しなきゃいけないステージとかもあるし、こいつがいると助かるよね。本能で吹っ飛ばしたりできるようになるけど、
それは別にいらないかもな。とりあえず使わなきゃいけない場面がいろいろあったりするから、評価はハゲ4つ。そしてこいつはハゲ1つ。評価が早いな。このレベルを見ていただいたら全然使ってないんだなって、もうもろバレだよね。確かに1回も使ってないかもね。とりあえず評価を全部つけたからランキングいってみよう。それでは第3位は猫お寿司と猫魚。後半も使える場面がいろいろあるからね。続いて第2位、にゃんだよね。超激レアよりも使えたりするんじゃないの。それでは第1位、猫カンカン。本能解放しちゃえばお金貯める要因にもなるからね。いろんな場面で使えそう。というわけで僕の独断と偏見で選んできました。苦情の方はどしどし募集。苦情は募集しなくていいよ。ご意見募集ね。他にもやってほしい企画があればコメント欄でお願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。ポンポールピー。チャンネル登録よろしくお願いします。